ほら、はい、どうも、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、12月1日に登場しましたワールドカップの週間 FP 第2回目を紹介していきたいと思います。まあ、メンバーの選手がね、まだに若干ちょっとわからない部分あるんですけども、メンバーはですね、エンバペ、テオエルナンデス、リシャーリソン、ブルーノ、コバチッチ、モラタ、シェスニー、ロマン・サイス、エンソ・フェルナンデス、アルデル・バイレルト、そしてケイシェル・フェルということで、こちらの11選手が登場するということになりました。まあ結構熱いんじゃないかなと思っております。特にエンバペが2列目からの飛び出しに変更となっている点、そしてワンパ付きの点、というところであったり、まあ、あとはエンソ・フェルナンデスにスーパースタブがついた点ぐらいですかね。そこら辺の選手は結構激アツかなと思いますので、しっかり1人ずつ紹介していきたいと思います。ということで、まずエンバペの方から見ていきましょう。どうぞ。ということで、今回のエンバペに関してはですね、ワンパ付きということで、まあ、ラインブレーカーから2列目からの飛び出しに変更となっていますので、サイドハーフで使うなら間違いなくエンバペかなり強いなというところなんですけども、能力値で見てもオフェンスセンス90代というところであったり、ドリブルが90代というところ、スピード瞬発も90代ということで、ここら辺かなり高いですよね。で、キック力も80代ということで、ここら辺もしっかり、強化されているんじゃないかなと思います。逆足の頻度、精度ともに高いですし、調子の波が小さい。まあ、ワールドカップ期間中、ライブアップで C なので、ここら辺はかなり長所かなと。いうところで、スキルがマリーシアがなくなってワンタッチパスが追加となっています。ここが今回のエンバペの長所かなと思いますので、ぜひですね、まあ2列目で使っていただければというところですね。ということで、まずインチャンティングドリブラーのエンバペとの比較見ていきたいと思いますけども、まあ基本的に上がっていますし、ワンパ持っていますし、ぜひ今回の使っていただければと思います。こちらリーグワンになりますけども、リーグワンに関しても同様かなというところですね。続きまして、8月25日に週間 FP で出ましたエンバペになりますが、能力値自体はボールコントロールがマイナス2されている以外はほとんどプラス1ずつ上がっていますので、ぜひ今回の方を使っていただければと思いますし、フランス代表のナショナルセレクションになります。こちらに関しても、まあ、瞬発力であったりプレースキック、カーブ、まあ、前回のエンバペに関しては自分で好きなように育てられるというところもありますけども、まあ今回の方が強いのかなというところで、今回最強クラスのエンバペが登場するということになりましたので、ぜひね、獲得して使っていただければというところですね。続きまして、左サイドバック、テオエルナンデス見ていきましょう。テオエルナンデスに関しては、スピードの部分かなというところですね。で、もともとサイドバック系でピンポイントクロスであったり、シュート系多いですし、ワンタッチパス持ってるというところもかなり評価できる部分なんじゃないでしょうか。ということで、前回のまずはこちらセリエ A のテオエルナンデスになりますけども、こちらと比較するとドリブル能力プラスというところとスピードプラス3ですので、ぜひね、今回の方を使っていただければと思いますし、ミランのパックに関しては前回最大レベル30で好きなように育てられますが、まあ、ディフェンス能力マイナスというところなんですけど、どうですかね。個人的には前回の方を自分好みに育てていくのが安定なのかなというところですね。続きまして、フランス代表のテオエルナンデスになりますけども、フランス代表か今回かと言われたら、個人的には今回でいいんじゃないかなと思います。まあ、ミランのパックを持っている方はぜひね、好きなように育てていただければというところですね。続きまして、センターフォワードリシャールソン見ていきましょう。リシャールソンに関しては今回ウィングストライカーからボックスストライカーに変更となっていますので、そちらご注意いただければと思いますけども、まあ、ドリブル能力マイナスなんですが、得点能力しっかり強化という結果ですね。スキルもダブルタッチであったり、ミドルワンシュー持っていますし、 PK キッカーがなくなりましたが、チェイシングが追加という結果です。ということで、まずネイマールのパックのリシャールソンとの比較になりますけども、まあ、基本的に今回の方が高いのかなと思いますので、ぜひ今回の方を使っていただければと思いますし、前回のウィングストライカーのリシャーリソンとの比較を見ていきたいと思います。ドリブル能力、スピード、瞬発、基本的に負けています。ですので、ウィングで使うのであれば前回の方を使っていただければと思いますけども、決定力今回高いので、まあただ前回もね、決定力もう少し上げれば今回のに似通った能力値になりますので、まあ前回でもいいのかなっていうところですね。続きまして、ポルトガル代表からブルノ・フェルナンデス見ていきましょう。ブルノに関しては、フライパスがマイナス1されているが、ほとんどプラスという結果になっています。特にアグレッシブ面数が20も上がっていますね。ここ、長所なのかなと思いますけども、まあ、チェイシング追加ということで、まあ、前線からね、プレスかけていければ、難なくこのブルノだったらボール取れそうだなというところなんですけども、前回との比較見ていきましょう。まずはこちら、マジックモメントスターズで出たブルーノ・フェルナンデスになりますけども、まあ何より調子の波が小さいから普通に一つ下がったのが痛い部分なんですが、まあ能力値自体は基本的にプラスかなというところですかね。まずは6月16日のユナイテッドのパックになりますが、調子の波が一つ下がったのが痛い部分ですね。まあ今はね、ライブアップで C 固定なのでそこが痛い部分かなと思いますけども、まあここまで能力値の差があれば、今回使っていただければと思いますし、プレミアリーグのブルーノとの比較見ていきましょう。基本的に能力値は今回の方が高いという結果です。で、マンチェスターユナイテッド2回目のパックになりますけども、能力値基本的にプラスという結果になりました。ぜひね、今回の週間 FP 使っていただければと思います。
前回のこちらエピックのねブルーノになりますけども、エピックはまあ好きなように育てられますが、今回結構強いなというところですね。まあ調子の波が小さいのが普通になったのが痛い部分かなとは思いますが、11月28日のポルトガル代表のパックとの比較ですね。オフェンセンス以外はほとんどプラスという結果になっています。まあこれに関しては最大レベルの差があれど今回の方がいいんじゃないかなというところですね。続きましてクロアチア代表コバチッチ見ていきましょう。コバチッチに関してはドリブル能力かなり高いなというところと、あとはスキルにスルーパス、特にこのね中盤の選手としてスルーパス追加というところが大きな部分かなというところですね。続きましてラロハ、モラタ見ていきましょう。モラタに関してはまあ得点能力も少し欲しいなというところなんですけども、まあもともとスーパースを持っていますし、ワンシューワンパー、まあもともとのスキル等はかなり有能かなというところですね。前回のラロハのパックとの比較になりますが、得点能力はマイナスという結果になっていますので、まあ、得点能力だけで言うと前回の方がいいんじゃないかなというところですね。まあ、今回に関してはドリブル能力プラスですので、まあどうかなというところなんですけど、個人的には前回でもいいんじゃないかなという印象ですね。続きましてゴールキーパー枠はシセスニということで、シセスニは PK ストッパーが追加となっていますが、 GK 能力が前回のユベントスの方が高いんじゃないかなと思いますので、これは前回のユーベの方を使っていただければと思います。続きましてセンターバックモロッコ代表ロマンサイスということで、ロマンサイスに関してはディフェンス能力はやはりマイナスという結果になっていますね。ただまあスキルワンシューインターセプト、特にインターセプトを中盤で使うとなると、ここのスキルはありがたいのかなと思いますし、まあ、ドリブル能力パス系ある程度ありますので、中盤でもね使っていけるんじゃないかなというところですね。続きましてエンソフェルナンデス見ていきましょう。エンソに関しては最大レベルが前回26なんですが、これね結構面白いなというところで、ドリブル能力はマイナスなんですが他がプラスというところで、特にこの決定力がかなり爆上がりしている点、ここが一番大きな点なのかなと思いますので、ぜひねこれは今回の方使っていただければと思いますし、まあ何よりスーパーサブというところがね一番大きな長所かなと思いますので、ぜひ後半から出して使っていただければと思います。続きましてベルギー代表アルデルバイレルト見ていきましょう。アルデルバイレルトに関してはやはり前回がね好きなように育てられますので、ディフェンス能力はマイナスという結果なんですが、スピード瞬発であったり、まあ、空中戦能力者はプラマイゼロですね。スキルはバックスピンロブが追加という結果になっていますけども、個人的には前回の指定契約で獲得できる方がいいんじゃないかなと思いますね。続きまして日本代表にとって思い出したくもない試合、コスタリカ代表のフレールということで、フレールに関してはやはり、今回のマンマークが追加という結果になっています。決定力も17上がりということで爆上がりになりましたね。まあサイドバックの選手としてはスキルもう少し欲しいなというところ、プラスとパス系がめちゃくちゃ高いというわけではないので、ガチスカ候補ではないのかなっていう印象ですね。はい、ということで本日はですね12月1日、12月もですねもう12月っていう気分になりましたけども、今回はこちらの11選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ個人的にはやはりエンバペとあとはエンソフェルなんです。ここら辺の選手がかなりの激アツなんじゃないかなと思いますので、ぜひ、獲得していただければというところですね。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では